こんにちは。こんなにすごかった伝説のあの日の天気の著者の金子大輔です。本を最後まで読んでくださった方、後書きというのをちょっと書いていました。天気との出会いは一期一会ということですね。人と人との人との出会いは一期一会と呼ばれます。同じように天気との出会いも一期一会です。似た天気はあっても同じ天気は二度とありません。今日の天気は今日一回だけです。ですから毎日、今日は一体どんな天気になるのかな、どんな天気との出会いがあるのかなと考えると、毎日が楽しくなるのではないでしょうか。またこれまで20世紀までは地球全体が右肩上がりに発展する時代でしたので、社会にどれだけ貢献したかが人間の価値みたいに思われてしまっていました。でもこれからは地球を守る時代に入っていきます。地球にどれだけ優しく生きるかが、という価値観へと変わってくると思います。そういった意味でも自然科学あるいは気象科学の必要性はどんどん増してくると思います。そういった意味でも、初心者の方あるいは中高生の方にも読みやすく書いたつもりですので、ぜひともこの本を手に取っていただければ嬉しく思います。どうもありがとうございました。